今日はね、はい、ちょっと気になるんですけど、気になる。これ見てください。はい。へ、低くないですか？低い。へ、低いですよね。これ飛び越えれますよね。へ、低いですよ。はい。昔もっとあったんですかね、下が。いや、あ、かもしれませんね。これどう見てもへ低い。でもこのへ新しくないですか？へ、低いですよ。へ、低いですね。へが低い。見せるために見てよっていう。あ、そういうことか。外からも見れますよと。はい。はい、見るのはただやっぱね、敷居を下げる、はい、親しみやすくする、はい、これ政治家の極意なんで。あ、なるほど。あ、政治家って言っちゃいましたか。はい、じゃあ これ政治家の関係やと思います。あ、そうですね。じゃあここは、ここはね、誰先生ですか。誰先生ですか。松山常次郎。常次郎先生、昨日出てたんですね。はい、あれですよ、はい、工藤山唯一の衆議院議員、はい、そうです、そうです、そうです。それはあの一つの町から何人もはそうそう出ないんでね。確かにね、確かにね、そうそう出ない、ね、町ですからね、はい、はい、すごいです、衆議院議員。確かに、確かにすごいことなんですよ。で、長女もすごい人みたいです。長女も、長女、長女、長女も演歌歌手、はい、美和子さん。え、演歌歌手。いや、違いますね、すごい人。絵画界の巨匠、なんちゃらの夫人。あ、夫人ですって。夫人、あ、でも夫人でも夫人すごい人です。だから親子ですごいと。これすごいです、はい、でここは記念館。ボツさんみたいですね。親だけすごいみたいな。まあ、ボツさんの親っていう意味ね。あ、なるほど。ボツさんが親っていう意味じゃなくて、はい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 、親子ですごいではなく、はい、ボツさんの親だけすごい。あの、じいちゃんもすごいんですよ。あ、ほんますか。だからそこは親子ですごいわってる。あ、逆に。で、ボツさんだけちょっと違う、はい、で、親子の下がすごくなかったっていう。いや、弟はすごいんですよ。ほんますか。じゃあボツさんだけです、はい、そういうことね。そういうこと、はい、いや、ボツさんもある意味すごいって言われてるんですよ、みんなに。え、そうでしょう。 ある意味、ね、ある意味すごいって言われてるんですよ、はい、違う意味でね、はい、はい、プロの不審者やって昨日言われましたもんね。はいはいはい、はいはい、プロの不審者らしい。どういうことなんでしょうね。アマチュアとかあるんですかね、不審者にね。不審具合に抜かりがないんですよ。なるほど、なるほど。不審感がね。あ、ちょっと料金言っときます、はい、ここ200円ですよ、200円。一応取るんですね。はい、いや、200円ですよ。サラダ500円でしたから。ああ、半分以下ですよ。一応取るんですね。いや、そら取るでしょ、そら取るでしょ。無料開放でいいと思うんですけどね。いや、そらだって、あの、いろいろ費用かかる。維持費とかね。維持費かかるんで。そうか、それ多分良心的は思いますよ。そっか、はい、水耕熱かかるし。だってもう今日土曜日でしょ、はい、うん、人件費で絶対無理やから、もう、はい、空いてない、空いてない、空いてないですか。でしょ、200円、はいはい、でしょ。一応記念館ですからね、ほら、の、あ、とても涼しい。これってあれですかね、はい、ここに通り、これあるのって。あ、これ立ち読めされるんですかね。ああ、そうでしょ、まあ、議員さんって知らないですけど、反面の人もいるんでね。そうです、そうです。しに来る人もおるでしょ、はい、はいはいはい、ね、まだそっち。あ、まだ違う。まだ行かない、はい、まだ行かんといてください。庭ちゃんと見んでいいですか、さっきの。あ、庭見ときましょうか、ね、はいはい。200円払わんでいいですか。あれは大丈夫ですね。いいですか。庭はただですね。真田古墳って、真田って古墳に入ったんですか。いや、真田の古墳じゃないでしょ。雪村が墓に入ってるわけじゃないでしょ。蔵もありますよ、蔵。あ、こっから見るんじゃないですか、やっぱり。ほら。で、どうします、200円払って、はい、このパターン面白ないですか、はい、200円払って、はい、もう一直線にストレートにもそこに出されて、はいはい、庭を見て終わりっていう、はい、中は何もないっていう。中はもうただの通路で、通路で、あの、はい、居住区域につき見ないでくださいって書いとって、はい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 、ただ通路が一直線にあって、はい、そこに出てくるって。もしくはもう、はい、建物の外回らされる可能性もあるんですよ、逆にね、はいはいはい、でもとりあえず庭を向こうから見るで200円っていいですよ、いいですね、いいですね。それぐらいの仕掛けは欲しいですよね。確かにね、ね、ドヒャーってなりたいですよね。もしくはここから見てでも200円取られるっていうね、怒られるっていうね。そうですね。あんた見たら200円やでって。そうですね、まあ、そんな感じで。そうですね、はい、じゃあ明日の動画もお楽しみに、はい、